心理ソングセラピストメカルヒロキのゆる楽ラジオ、はい、時刻は8時30分を回りました。今日は2019年12月6日金曜日、12月入っての初めての、金曜日でございます。MC は心理ソングセラピストメカルヒロキです。この番組では歌や日常で使える心理セラピーを通して幸せでゆる楽な大人を増殖していく番組です。仕事や人間関係の悩み、子育てや自分の性格など、はたまた自分のこれからやりたいことをさらに好転させちゃう考え方やノウハウをお届けしております。今日もギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより生放送で、この後9時まで放送します。またこの番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブでの映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジオを無料でダウンロードしていただいたら全国どこでも楽しむことができますよ、ということで、今日も始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。急にね、昨日ぐらいからですね、やっぱり雨が降って太陽が出ないので、もうだいぶおなんか12月入って沖縄も冬っぽいぞと、そんな感じが出てきましたけどね。はい、早速ツイキャスからのねメッセージの方が僕読みやすいです。なぜなら YouTube とか今こう配信を見てる方そうなんですけど、僕今目の前にパソコンがあって、そこにもツイキャスのメッセージがポンポンポンって出てくるんですよ。その方が拾いやすいです。やっぱりこのアドレスとかだったので、ちょ意外とレスポンスが遅くてですね、このツイキャスとかの方が僕は助かります。はい、じゃあ早速読みたいと思います。かっちゃんさん、こんばんは。スマホとパソコンで見てるけど YouTube の方音声流れてない夜らしいですよ。本当消えてますね、いつの間にか。ちょっと再度やります。はい、 ありがとうございます。かっちゃんさん、今からね修正しまして、YouTube の方でも音声が流れるようにしたいと思いますので、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日も始まりましたけれども、最近ですね、すごい優しいなっていう店員さんがいまして、蔦屋にね行きまして、そこでねペンとかねいろいろ買ったんですけど、 あとファイルとかね、こんなファイル買ったんですけど、で僕は袋いらないですって言ったんですね。こう店員さんで若い女性だったんですけどね。でその時にじゃあシール貼りましょうねって、まあ、貼るじゃないですか、三重とかどこでも。で貼って普通パンって貼りますよ、何も考えずパンパンパンって貼るじゃないですか。じゃなくてこの、 女性の店員さんはですね、このファイルに何て言ったんですか、テープをちょっと曲げて貼ってくれたんですよ。よく意味わかります？テープを少し曲げて折り目をつけてテープ同士くっつけて貼ったんですよ。ってことは折り曲がってるから、僕家帰って気づいたんですけど、取るときめっちゃ取りやすいんですよね。この折り目がついててテープ同士でこう丸まってるから、このすごい取りやすくてですね、これはちょっと嬉しいなと思いながら、はい、これが最近のすごい、そうそうそう、剥がしやすいように、読みましょうね。シュプリームさん、ありがとうございます。メッセージありがとうございます。朝活ひろき兄さん、こんばんは。どうも、朝六モートルのひろきです。そうそう、剥がしやすいように店員さんが配慮ですね、やってくれたんですよ。これは嬉しかったですよ、本当に。であとはですね、いっぱいあって、出勤してる時になんかちょっと渋滞したんですよ、このちょっと小さな交差点が。でなんかなと思ったら、なんかおじいの車がハザード出てチーカーチーカーして止まってたんですよ。あ、いや止まってる、なんでかなと思ったら、このおじいさんが渡ろうとして、何か渡ろうとしてるんですね。でそこの道路の真ん中を見てみると、鳩が怪我してるんですよ。で飛べなくて、いつ引かれてもおかしくないっていうのを、おじいがわざわざ止めて、これを取ろうと、今から取ろうとみたいな感じでやってる瞬間を見たんですよ。うわーすごい、今日いい朝見たなみたいな、優しい朝だなと思いながらね見ました。あ、かっちゃんさん、また追加メッセージありがとうございます。 YouTube 音声 OK です。はい、バッチリですね、ありがとうございます。とかね、あとまた仕事場から帰るときに、道ですよ、まあ基地の方なのかな、外人さんがですね、ジープの空いたジープ、分かります、このすごい無防備のジープあるじゃないですか、もうどこ行くねんってやつ。そこで軍服で走りながらハーモニカ弾いてたんですよ。これ逆に携帯より注意されんかなとか思いながら、いやー自由やなと思って、なんか素敵なそういう行き帰りのね日もありました。皆さんの日常にはどんな
ことが転がってたでしょうか。そんなのもあのツイキャスとかで、ね、教えていただけたら嬉しいです。ということで今日はですね、ソングセラピーというものをちょっと紹介してみたいと思いますので、お楽しみに。では一旦 CM です。かんちゃん、サニューチューブのあのありがとうございます。すみません、失念してました。ありがとうございます。で今日も、9時まで生放送で、今日はですね、あのソングセラピーというジャンルを、まあ、自分が勝手に今作ってるんですけど、曲作りをしながら、音楽を聴くだけで何かあのセラピーができないかなって思ってて、まあうん、その旨もね、ちょっと放送が始まりました、説明します。で2曲今日は歌う予定で、1曲はですねラジオ初公開の新曲を持ってきましたので、それもお楽しみください。 Facebook ライブ、ありがとうございます。レイちゃんさん、小杉さん、ホモレさんまで、ホモレもありがとうございます。どうもどうも。さあ、またツイキャスやら何やらコメントくれたら嬉しい限りでございます。はい、では、はい、CM 開けます。ゆるらく音楽セラピーのコーナー。はい、この歌を聴くとあなたの人生に聴く、そんなコーナーになっております。今日はですねテーマは結構あんま決めてなくてですね、フリートークをしながらその僕が今やっている作っている曲とかそういうジャンルの話をしていきたいと思います。そして早速、かっちゃんさん、またメッセージありがとうございます。新曲楽しみに聴いておきます。ありがとうございます。はい、新曲も、結構ね さらっとできたけど、やっぱ歌詞がねちょっと止まったりするので、自分の場合は、それを結構寝るのに時間かかったなと思いますけども、自分的には好きな曲になりましたので、お楽しみください。はい、ということはですね、今日はのソングセラピーということをちょっと説明したいなと思いまして、それは何かと言いますと、まあ、歌でセラピーしちゃおう、もうそのままなんですよ。で大体カウンセリングとかこのお悩み相談とかっていう人来られる時に、やっぱ個人でね会って話して、こんな悩みがあってこんな苦しいことがあってっていう風に相談して、じゃあこんな、まあ、僕は話を聞く側ですけどね、まあ、アドバイスはそんなしないんですけどっていう風に、やっぱ個人で会って何かをするってっていうのがやっぱ今のご時世なんですよ、物理的に、直接会う、もしくはこの今のネット環境だったら Zoom だったり Skype だったり無料の通話とか、活用して、やっていくっていうことなんですけど、そうではなくてですね、歌でそれをできたらいいんじゃないかと。そしたらいつでも聞けるし、そのエッセンスが詰め込まれてますので、あ、こんなしたらいいのかなとか、そのお悩みが聞いてるうちにゆるゆるスルスル解決していく、あ、これ別に悩みじゃなかったやとか、あれなんかもう自分やりたいのこれだったかもとか、あ、今落ち込むだけ落ち込んでみようかなとかね、そんな気持ちに、なれるような、そんなあのメロディーと歌詞を選んで、実は今作って挑戦しているところなんですよね。だからソングセラピーっていうのジャンルは、正直ないと思います、多分ですよ。はい、だからそのソングセラピーを今バンバン作ってるところなんですね。そしたら全国でもね聞けると思いますし、ね、販売もできるし、あとね、あと一個チャレンジしようと思ってるのがあって、で実際動いてるんですけど、僕のそのオリジナルのソング、そのセラピーソング系ですねを、まあ、英語ができる友人とか、まあ実際にね留学して住んでた、友達とかにですね英訳をお願いしてまして、それを英語にしてそのソングセラピーを届けるというチャレンジも今水面下で実はしております。でその歌詞をね翻訳してどうやって歌うかっていうのをまた練習しないといけないんですけども、これでまた配信としてこう残しておけば、もしかしたらね海外の人で誰かが聞いてくれて、そこでまた心がふわっと軽くなる可能性もありますから、まあ、自分であの枠は決めないこうと決めてるので、あの2019年の8月からもう枠を外そうと思ってるんですよ、自分の。だもしかしたらっていうのがあるので、県内全国世界のどっか分かんないですけどの方々にその音楽が届くといいなと思いまして、今ソングセラピーというジャンルでいっぱい曲を、書いてる途中です。はい、じゃあ話すとねちょっと長くなっちゃうんで、じゃあまずソングセラピーってどんなのがあるよっていうのを説明、歌いたいなと思いますけど、まずは
自分を責めちゃう人とか、結構過去にね苦しい経験した親子関係が特にきつかったよとか、ちょっとトラウマ的なものがあるとか、で今後ねこんなことしたいんだけどちょっと勇気が出ないなとか、仕事でちょっと失敗しちゃったとか、まあパートナーと恋愛関係とかもなんかうまくいかなかったとか、そんな時に人ってやりがちなのは自分を責めるっていうことなんですよね。で自分を責めるってめちゃめちゃ体に実は良くなくてですね、がん細胞だって自分の細胞ですからね、もともとは。でがんでこの自分を責める攻撃するっていうことを言葉とか思考で人って1日6万回ぐらいするので、その8割9割は昨日と同じことを考えてるそうなんです。でそれがずっとネガティブなことを考えてたらそれは気は病みますよ。で人生も全然変化しません。だからそんなのをちょっとでもその曲でゆるっと変えることができないかなと思って作った思いもある曲です。じゃあそれではそろそろ歌いたいと思います。そんなあなたでいいんだよっていう本当に優しいシンプルな歌です。愛を知りたくてこの世に生まれた、生きていいのかな、本気でそう思った、ありがとう大丈夫だよ、よく頑張ってきたよね、そんな言葉を自分に送りたい、愛を知りたくてこの世に生まれた、こんな自分でいいのかなと思ってた、ありがとう大丈夫だよ、よく頑張ってきたよね、そんな優しさを君に送りたい、自分を責めていて傷つけて悔しくて泣きたくて我慢して犠牲になって、唇噛む、どうせ私なんて拗ねていて悲しくて分かって欲しくて一生懸命認められたくて生きてきた、もうあなたはそれでいい、愛されてる
がとうございます、本当にそのままのあなたでいいですよという、込めまして、それでいいというセラピーソングでした。ありがとうございます。あ、早速ツイキャスでシュプリームさん、メッセージありがとうございます。語りかけるようなストレートな歌詞ですね。そうですね、はい、もうひねりも入れず思いのまま書いたソングです。はい、僕ら僕もそうだったんですけど、落ち込みやすい人とかすっごい真面目な人とかいい人すぎて疲れる人とか、過去のトラウマとか、まあアダルトチルドレン系の人とかはですね、まあ、親とあんま家庭的にうまくいかなかったとか、まあ本当に自殺を考えたことがあるよっていう人たちっていうのはですね、そのままの自分って意味がわからないんですよ。そのままの自分でいいよって言われても何それってなるんですね。そのままじゃダメだったんだもん過去なんですよ。そのままじゃダメで叩かれたりとか、すごいなんか、まあ、言葉の虐待とか、まあ今昔は DV とかって言葉もほぼないですよ。虐待とかっていうことも意外となかったの分かります？なんかそれしつけでもまとめられてた、しつけ以上みたいな。だからパワハラとかセクハラって言葉もないですよね。だからなんかな、その一括りにされるのはきつかったんですけど、まあそのままでいいよっていう意味が分からなかったんだけど、まあ徐々にね、僕もその心理学学んだりセラピーしたり自分で実践したり、目の前のクライアントさんとこう喋ってると、あ、こういう感覚なのかなと思ってきて、でこういう感覚だなと思うのは、あ、クソみたいな自分でもいいんだみたいな、あ、ダメでよかったんだっていう気の抜けた感じです。あ、もっと成長しよう、できる自分だろうではなかったんですね。なんかね、それもいいんですよ、それも好きなんだけど、あ、もうあんま頑張らなくてもいいのかなとか、そんな感覚が僕を癒してくれたなと、そんな思いも込めて、この歌を作りました。で早速、メッセージを読みしていきたいと思います。向井さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、寒気の影響で冷え込みますね。暖かくしてこれからの時間もお楽しみください。はい、ありがとうございます。沖縄もね結構寒いのでね、皆様底冷えに気をつけてください。このラジオのスタジオも結構底冷えすごいですよ。なかなかね寒いですからね皆さん。はい、では時間もそろそろなので、次ねちょっと新曲を歌いたいと思います。今日雨ですけど、ちょっと秋空というかすすきのような、そんなイメージをしてくれたらなんか伝わるかもしれません。お聴きください。シルバーグラス。秋空晴れたらあてもなくどこかへ行こう、北へ向かって海沿いの道をただ走る、少し疲れたらコーヒーを片手に休もう、降りた車にもたれて雲が流れてゆく、テトラポットの先に座り水平線を見てる、それはそれは綺麗なみかんのようなオレンジで、ふとこんな声が波風とともに押し寄せる、自分を責めてばかりの人生でいいのかい、風は見えないけどすすきを揺らしてる、愛も似たようで僕らを優しく包んでる、そのすすきの先っちょ夕日が入ってぼやける、ゆらゆらお花の影が僕らも揺らしてる、皆さんこのメロディー歌える？これを伴奏にして僕歌いたいから歌って、男の人はオクターブ下、OK、 そのまま、
乾杯とあんなににぎわっていたビーチの声はバーベキューの香りとともにさよならを告げてた。またこんな声が頭の中に忍び込む。自分に価値なんてないさと生きてゆくのかい。自分の欠点ばかりが目についてしまうような。欠けてるばかりのダメな自分だけじゃないさ。それが僕の欠かせないとこだと気づけば楽なのに。親とかママとか部下とか先生とか大人とか、その名札を外して風に身を任せてみよう。秋風は見えないけどススキを揺らしてる。しなやかで強いあなたに目を細めて。そうかもこんな季節が訪れてきてる。愛とか涙とかまた微笑んで暮らしてく。でこぼこなパズルのような僕らなんだけど、自分の欠点ばかりが目についてしまうような。欠けてるばかりのダメな自分だけじゃないさ。それが僕の欠かせないとこだと気づけば楽なのに。最後ルチュル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 、皆さんで はい、ありがとうございます。いやー、よかった。セラピーソング、ありがとうございます。キャンさん歌ってましたね。ありがとうございます。タイトルはシルバーグラスです。意味はですね、直球です。ススキです。かっこよくないですか、ススキの名前。シルバーグラスって言うんですって、皆さん。かっこよくないですか。まあ、要はあの、ね、夕日に映る色って白く輝く見えて、夕日が入ってキラキラ見えるんですよ、ススキって。でゆらゆら揺れて光り輝く感じで、まあ、グラス、まあ、光り輝くっていう意味で、これいいネーミングだなと思ってですね。でこのシルバーグラスってついたね、秘訣が、あ、秘訣じゃない、裏話があるんですよ。これね、実は長男がね思いついたんです。長男って8歳なんですよ、2年生。であのシルバーグラスってわからないんですけど、このルッタルルッタルっていうあのメロディーは出てきてて、それをずっと歌って作ってたんですね。そしたら長男、この歌ってどんなイメージって聞いたら、なんかススキって言ったんですよ、秋っぽいみたいな。と思って、でそっから一気に歌詞出来上がったんですけど、すごくないですか。ススキ、あ、いいねみたいな。でこっからススキのイメージで、やっぱしなやかで強い、やっぱどんな風が吹いても折れてもこうなんていうの、絶対に復活するというか、なんかか弱そうな細いのにずっと絶対に折れないっていうかね。だからそういう姿を見て、このなんか今の現代社会じゃないですけど、しなやかに生きていくっていうのも大事なんだなと思いながら、そんな歌でした。で歌詞の中でもね、やっぱ自分の欠点ばかりが目についてしまうようなっていうところあるんですけど、まあ、欠けているばかりのダメな自分だけじゃないさ、僕の欠かせないとこだと気づけば楽なのにっていうのが僕の一番伝えたい、セラピー部分です。はい、こんな感じで僕ソングセラピーとしていろんな曲をね、
作っていってますので、ぜひ皆さん、あの僕 Facebook で本当に朝と夜2回ライブ配信して、あのためになる日常で使える心理セラピーの情報とか本当にいろんな情報を伝えてますので、ぜひ Facebook でまずはつながっていただけると嬉しいです。はい、ということで寒くなってましたが、皆さん今日も暖かくしてお風呂に入ってゆっくり休んでください。では心理ソングセラピストメカルヒロキでした。どうもありがとうございました。どうもどうも。シュプリームシュプリームさん、シルバーグラス、なるほど、ありがとうございます。そうなんです、 Facebook ライブありがとうございました。また明日の朝6時モーニングトレーニングで、お会いしましょう。はい、ということで、次のまた放送がありますので、ここで閉じたいと思います。アシュプリームさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、メカルヒロキでした。どうもありがとうございます。